ミロクアルテットは、テキサス州オースティンを拠点に、国際的に活動する弦楽市住相談。創設以来、第二バイオリンは、山本サンディートモコ子が務めていたが脱退。現在、第二バイオリンを担当するウィリアム・フェドケン・ホイヤーは、かつてボロメオ・ストリング・クアルテットとフライ・ストリート・クアルテットに在籍していた。1995年に、オーバリン音楽院の学生4人で結成。 1997年に二人のメンバーが脱退し、新たなメンバーが加入した。創設後最初の5年間、参加したコンクールをすべて勝ち取り、バンフ国際弦楽四重奏コンクール、ウォルター・ w ナウンバーグ財団室内学賞、2005年には、クリーブランド・クアルテット賞とアンサンブルとして初めて、エイブリー・フィッシャー・キャリアグラントを受賞した。現在は、 テキサス大学オースティン校のカルテットインレジデンスを務め、サランドエルネスト・バトラースクール・オブ・ミュージックで教弁をとる。頻繁に北米、アジア、ヨーロッパでツアーを行っており、サンタフェ室内学フェスティバル、ノースウェスト室内学フェスティバル、ラホヤ・サマーフェスタ、オーカス・島室内学フェスティバルといったアメリカの主要な音楽祭の常連。これまで、ピンカ・スズーカーマン、ジョシュア・アベル、 小島緑、レイフ・オベアンス・ネス、ジョン・キムラ・パーカーといった音楽家と共演している。ディスコグラフィーは2004年にディア・パソン・ゴールド・ディスク賞を受賞したジョージ・クラブの黒天使たちがあり、2003年に録音された、シューベルトとメンデルス・ゾーンは2009年2月、ニューヨーク・タイムズで言及された。ありがとうございます。